はい、皆様こんにちは。本日はですね、またこのレンズの修理していってみたいと思います。こちらなんですけど、ペンタコンですね。ペンタコン O と50の 1.8F 値が 1.850mm のレンズになります。こちらは3型のマルチコーティングのものになって、マウントは M42 マウントのものになりますね。こちらなんですけど、絞りが完全に不動なんですね。このようにマニュアルオートとあるんですけど、これオートにした状態でもマニュアルにした状態でもこんな感じですね。動かないんですよ。で、他こう状態だとかヘリコイドの状況とかそういうのは全然悪くないので、ちょっとこれ修理していってみようかなと思います。はい、修理に関しましては私のこの動画を見て挑戦して、壊れたとか言われても困ってしまうので、自己責任のもとに楽しまれてください。で、まずはレンズの掃除ですね。こちらブロワーを使って目立つ汚れっていうのをこのように落としていきます。で、その道最後にまたレンズ汚れちゃうので、あんまりこう気にしすぎなくていいかなと思います。で、あと本日はですね、ちょっとこちらですね、ココナッツサブレの焼き芋っていうのがあったので買ってきてみました。ちょっと後で食べてお味はどんなもんかっていうのを忘れなかったらちょっと言いたいかと思うんですけど、お楽しみにください。で、よかったら買って食べてみてください。こういうコンビニとかのスナック菓子っていうのも美味しいのが増えましたよね。で、こちらなんですけど、先ほど申し上げましたが、一度レンズの掃除っていうのをしていきます。こちらですね。で、こちら今はちょっと取り扱ってないのかな、あんまり見当たらなくなっちゃったんですけど、こう個別梱包されたノンアルコールタイプのウェットティッシュなんですね。こちらはそのデリケートな液晶モニターやレンズに最適ってモデルで、こちらこう分けて、その他の動画でもこちら使ってますけど、このように中にティッシュ入ってるんですね。で、このティッシュがちょっと、このままですとすごく水がびちゃびちゃで使いにくいんですけど、こう少し開いてパサパサってやってあげると程よい湿りが出ますね。で、これでまずは傷つきやすい部分から、さっきブロワー拭いた次の段階ですね、このようにレンズを軽く拭ってあげます。で、最後にまた汚れてしまうと思うので、もう一度このように掃除をする前提なので、今はざっくりとですね、はい、このように拭きました。で、ペンタコンとか昔のレンズとかにたまにあるんですけど、シリアルナンバーってどこにあるんだろうなって思いません？ここにもない、横にもない、後ろにもないんですね。で、このレンズはなんですけど、このヘリコイドをこうすり出していきますね。そうするとここの共同部分に掘られてるんです。ちょっと豆知識的なもんなんですけど、何に使うってわけではないんですけど、自分のレンズ管理したりするときに便利かなって思うので、念の一応覚えておいていただけるといいかなと思います。はい、ではこちら分解していきたいと思います。で、中覗いて見てみると、絞りのですね、中にこう他のレンズとかもそうなんですけど、こうカム状のものがこのように入っていて、そちらがこれ動いて絞りって動くんですけど、今ちょっとこの見えてるスプリングの部分ですね、これが全く動いてない、この辺がおそらく絞りが不動な原因だと思います。要は固着ってやつですね。はい、ではちょっとこれ分解していきましょう。どのように分解していけるかちょっとわからないので用心深くやっていきたいと思います。で、この時代のやつっていうのはこう意外とマイナスのネジ使ってるんですね。で、マウント部分がマイナスのネジだなっていうのと、こっち側がこう奥にカニ爪のかかる部分がこのようにあるんですけど、その手前にこのマルチコーティングの銘板が入っちゃってるんです。で、こういう構造を見て、どういう風に分解していけばいいのかなとかっていうのを想像していくといいかもしれないですね。で、銘板の部分は多分こうね、ゴムでこう当てて回せば外れます。で、後ろ側はこのネジを外していくしかないなって感じですね。じゃあまずは、このヘリコイドの状態がいいとかっていうのが修理したくなるって感じしますよね。で、今のところ私これだったら迷わないなって思うので写真は撮らないですが、
はい、こちらもですね、先日紹介した会社と同じベッセル、ベッセルっていう会社の精度のいいマイナスドライバー、精密ドライバーになります。でそれのマイナスでこのように外していくんですけど、プラスもそうなんですが、マイナスもこの押す力ですね、本当にプラスよりも気をつけた方がいいっていう感じです。マイナスは、プラスはまだ山で噛んでくれるので、まあずれにくいんですけど、マイナスドライバーっていうのはこうどうしてもブレちゃうじゃないですか、この縦の溝の方向にこう入ってたらつるみたいな。でそうすると滑った先にレンズとかあったりすると、もうそれだけで傷入っちゃうんですよ、やっぱ金属なので。なのでその金属っていうことと滑らせないようにするっていうことを念頭に置きながら作業していただけるといいかなと思います。はい、この辺取れました。でもマウント後ガタガタしてるので上に引っ張り上げるだけでこのように、はい、動きました。絞りどうなんだろうってちょっとチェックしたいんですね。でまず16、一番絞った状態でこの中の状態どうだろうって動かしてみましょう。でこれを動かすとどうだろう、はい、動きましたね。やっぱりただおそらくこの感じは油染みです。なんとなくこの油が見えにくい、すごく薄い色なんですけど、油がこう染みていて、こう光に照らすとマルチコーティングが綺麗ですね。何枚もこうレンズが折り重なっているのがよくわかるかと思います。これがズミクロの8枚玉とかだとなんか宇宙みたいになるんですごいんですよ。なんかそういうレンズのこう綺麗だなとかっていうのを楽しむのも一興なんじゃないでしょうか。ですね、でこれがこう見るとここにこうボールベアリングが入っていたりとかですね、なくしやすいパーツっていうのがかなり入ってるんですよ。このボールベアリング何に使うんだろう、おそらくこのスイッチのあれですね、クリック感を出すために入ってるんだと思います。で側面に入ってんのかなとか思ったんですけど、そんなこともないようで、まあ、ちょっとこっちの方は気をつけていきながら進めていこうかと思います。面白いですよね。これがここの部分ですね、ここの部分がこのスイッチを切り替えることによって、よいしょ、ちょっと今外れちゃってるんで操作しにくいんですけど、スイッチを切り替えることによってこのように動くわけなんですよ。ピョコンピョコン、そうするとその絞りの動作っていうのをここで制御できる、このフォークみたいになってる部分と爪になってる部分とこの突起の部分ですね。でこの辺りの動作ってのは別に悪くないので、このままにしようかと思います。でこちらに置いておきましょう。じゃあこれをどう絞りのとこまで、アクセスしていくかっていう話になってくるんですけど、この場合はでなくすと嫌なんで、これもちょっと絞りリング外しちゃいます。おそらくこれボールベアリングが飛び出てくるタイプです。これがめちゃくちゃ怖いんですよ。はい、ここにボールベアリングありますね。これでこれなくさないように、でおそらくこの下にさらにスプリングも入ってるんで両方とも外しましょう。スプリングはまあめったなことじゃなくならないんですけど、それでも分解してるときにね、どっか行っちゃうこともあるん でまたここはちょっとこうグリスとかすごいベタベタなとこなんで、よいしょ、要注意です。でまあ私は先日の通りこう作業をする前にしっかりと石鹸で手を洗ってるんですが、こういうふうに動けないじゃないかって時にもあると思うので、パーツクリーナー、先日紹介したパーツクリーナーやアルコールとかで手を拭いていただけると油っていうのはしっかりこう取れますので、まあ気をつけていただけるといいかなと思いますね。はい、ではこのようにさらに分解が進みました。でこっちのベアリングはまあ外れないと思うんですけど、気になる方はしっかりと外してやっていただいた方がいいかなと思います。でここはかなりこうグリースでベタベタなので、それも気をつけてください。
じゃあこれ絞りをどう外していくのかなっていうのを見ていきましょう。いろんなとこにグリスがついてます。この辺やっぱりドイツの製品すごくしっかり作ってあるんですけど、やっぱりそれでもこうなんつったらいいのかな、しっかり作ってあってもグリスとかそういうのは飛ばないよとかそういうわけではないっていうことを覚えておきながら作業をしていくといいかなと思いますね。でこの場合は絞りにアクセスする方法は、ちょっと手間なんですけど、おそらく前玉からですね。ちょっとやっぱ怖いんでボールベアリング外します。スプリングはあるんですけど、もう油でベタベタで出てくる感じないですね。まあなのでこちらはもうこのまま行こうと思います。しっかりと掃除したりとか動きが悪い時っていうのは外した方がいいんですけどね。でこれの場合は操作もしにくいので一度ちょっと手間なんですけど、周辺部を脱脂してしまいます。この辺りですね、ここもこう動きよくするためにグリスでベタベタになってるんですよ。でまあここあわよくばこう掃除しないでもいいかなと思ってたんですけど、持ち帰るってことを考えるとねって感じですよね。完璧な脱脂はしませんけど、こうあんまりベタベタとついてくるようなグリスってのを落とせたらいいかなっていう感じでやっていきます。すいません、ちょっと見えなかったですね。このようになかなかこう作業するときに光の入り具合で見にくい、私が見にくいときあるんで申し訳ないです、たまに外れちゃって。はい、この辺になりました。じゃあこれで前玉を外していこうと思います。よいしょ、このようにですねゴムを当ててグッと回すとこう銘板が回ります。ある程度回ったらあとは手でこう回して外れてくれるので、まあここにこうネジが切ってあって、内側ですね、このタイプは内側にネジがこのように切られててここにはまるみたいです。であとはこの場合は全部バラしちゃった方が楽なのかなっていうふうに思います。ただもしかしたらなんですけど、ここにこう芋ネジ、要は動かないなするためにネジが入ってるので、これを緩めると、やっぱ回りましたね、ここが。でこれでどこまで簡単にアクセスできるか、はい、これで結構アクセスしやすくなりました。このようにヘリコイド部ですね、ヘリコイド部とネジじゃない、レンズを外すための山が出てきますので、カニ爪をかけるところですね。でこれを、まあ、今回の場合は、まあ、今回の場合はそのレンズですね、レンズの掃除っていう項目がないのでこのようにできるんですけど、ちなみにこちらカニ爪っていうやつですね。でこれ安いやつなんですけど、まあできることならちょっとこういろんな使い方ができる高めのやつを買った方がいいかもしんないです。まあ私はこれで十分なので、持ち方っていうのも人それぞれだと思うんですけど、必ずこの2本の棒をちゃんとかけてしっかりこうねじれないようにですね使うのが大事だと思います。でこの内側ですね、内側を外すとこの見えますかね、内側ですね、内側を外すとレンズが外れちゃうんですけど、その外側ここですね、これとこれ、この外側同士を緩めると多分レンズがグンで、まあ玉ごと全部取れると思うんですね。じゃあちょっと外してみます。でこのように爪を引っ掛けて、あ、もう簡単に回っちゃいましたね。こう回すと、少し力入れないとダメかなと思ってたんで構えてたんですけど、これで外れそうです。はい、もうこう緩めてしまえばなんですけど、それこそこう動きがいいタイプのレンズはこう爪とかでもくるくるっと回ります。で回して回して回して、外れたなと思ったらひっくり返してっていうのを繰り返して、本当はレンズサッカーつって言って吸盤みたいので撮るといいんですけど、まあそこまでって思うので、ただどうしてもはめにくいレンズとかたまにあるんでね、そういうのはやるしかないですね。はい、このようにグンで撮れました。まあグンっていうのはこのレンズっていうのは1枚でできてるわけじゃなく、こう何枚ものレンズっていうのが
まあ、こう1、2、3枚とかみたいな感じで入ってるんですよ。でそれをまとめてこう取り出せるのがレンズで、群で取り出せるレンズ群っていう風に私は言ってるんですけど、まあ多分レンズ群で合ってるんで、その群で取り出すみたいな形で言ってます。はい、でここでちょっとまた油がついちゃったんで掃除します。まあ、レンズに油をつけるのは本当良くない。油膜とかついてて何にもいいことないですよね。なのでなお気をつけていただけるといいのかなと思います。こう中内部をいじくるときはさらにですね、用のないところについてる油とかそういうのもあるので、こういう時についでに掃除しておくとなおいいかなと思います。でこちら内部にこう3箇所ネジが見えると思います。 1,2,3 でこれの場合は構造を見るともう銅にこう絞りと共同部分にこう絞りとユニットが一体化してるんですよね。ヘリコイド部とここの部分で見ると分かるんですけど、なので絞りユニットの部分だけ取り外して掃除をするっていうことができないんですよ。ほぼほぼこんな感じですね。ちょっと見えるかな。で先ほどのこの突起の棒の部分ですね、棒の部分を操作すると絞りはこのようにスローですが動きます。まあ、これの原因っていうのが油です。油噛んじゃってるからこういう風になるんですね。でこれもちょっとやっぱり不安なので後ろ後群も外しちゃいましょう。でここは緩み防止の接着剤がついたネジが3箇所あって、それを緩めてネジで回すタイプだと思います。ネジって外すタイプだと思います。はい、今ちょっと緩めにくいんで手元でネジを緩めたんですけど、この3箇所のネジですね、それぞれをこう緩めますとネジってあるのかなと思ってたんですけど、このようにはまってるだけでした。このように後ろの後群でね外れましたね。でこれこちらに置いておきます。でこの辺はもう構造が全く違うので迷うことはないかなと思います。はい、このように操作をしやすくなりました。でこの後ですね、分解を進めていきます。でこの辺りの芋ネジっていうのもあんまり緩めすぎないでなくさないように、まあ、軽く戻しておくのがいいんじゃないかなと思います。最近ちょっと老眼でねこう細かいものが見えないんですよね。なかなか困っちゃいますね。よいしょ、じゃあこうしましたら、これはちょっと大きめのマイナスなので、どうしても硬い場合っていうのは先日のちょっと大きめの方のですね、マイナスドライバーに変更します。これで緩むのであれば問題がないんですけど。よいしょ。硬くはなかった。ネジって緩めるときにじわっと回さないで、いっぺんにクッと回した方がいいです。ちょっと硬めのネジとかですね。こうじわって回すと、こう柔らかいネジは外れるんですけど、例えばちょっと固着気味とか、錆びてたりする場合。なんつうか、こう見せたらいいかな。これでグッといっぺんに回したんですね。そうすると固着部っていうのが剥がれやすくなるんですよ。よいしょ。で構造的には今回そんなに難しいとは思わないので写真は撮ってないんですけど、慣れてない皆様はぜひ写真を撮りながら進められてください。でこの辺りっていうのも、よいしょ、傷つけないためにもこうピンセットとかで丁寧に作業した方がいいですね。で押さえてる板ですね、でこちらを取りますと、はい、このように絞り、こう見るとすごい構造ですよね。まあこういう風になってます。で今ちょっと感じたのが、ヘリコイドはせり出しておいた方が良さそうですね。この構造こんぐらいで、なぜかっていうとこのピン、これです。これの反対側がバラバラになっちゃった。こういう風になってるんですけど、これが今押されて組み込んでる途中に取れちゃったんですよ。でそうなるとこう組み付ける時に非常に不便なんで、これの場合はですけど、羽の油じゃなくてここに油、ちょっと固まったグリスが今回ってました。なのでじゃあこの油を掃除しましょうということになります。でこの中も、まあ、要はこう座面の部分とか不必要な油の扱いになるんで、まあ、私は脱脂してしまいます。
まあ、この他の方々、まあ、皆様はそれぞれ自分の考えとかあると思うので、いろいろこうそれに沿ったやり方していただければいいと思うんですけど、ドライルーブをつけるなり、ドライルーブって油じゃないこう潤滑剤があるんですね。ただこの年代はこのカーボンコーティングだと思うんです。カーボンかフッ素だと思うんですけど、コーティングされてるので、それを大事にしてあげれば元の設計の通りの動きはすると思います。まあ、その辺っていうのは塩梅と人それぞれの考えっていうのがあるので、強要とかそういうのってのは私絶対しないにしてますので、自分で考えて動くのが大事なんじゃないかなと思いますね。はい、このようにかなり汚れてます。これですね、これ全部グリス汚れ。よいしょ。で、今日もまたちょっとキッチンペーパーを準備するのを忘れてしまいましたので、ティッシュペーパーで作業しておりますけど、できることなら破れにくいやつがいいです。キムワイプなりキッチンペーパーなり。ただ傷つきやすい場合っていうのもあるので、その辺はちょっと気をつけてくださいね。キッチンペーパーとか、まあ、ティッシュペーパーもそうなんですけど、結構繊維攻撃的なんで、よいしょ、当たるとレンズとか拭いちゃうと傷つくことが結構あります。はい、このように固まった油さんがかなりついてます。で、これを取ってあげるだけでもおそらく相当動きよくなりますよ。なんか仮に戻して、もう何の抵抗もないです。さっきはですね、これがこうネバッとしてたんですよ。これ動かないなっていう感じ で、さっき上げたっていう理由がこのピンです。ちょっと押さえて、このピン、このピンがこう地面に置くとポンとせり出して、ポンとこう上上がっちゃって、今絞りがバラバラになっちゃったっていうのが流れでした。なのでこういう風に絞りを先に出したくない場合とか、こう分解する時のタイミングとかっていうのはそれぞれあると思うんで、よいしょ、そういうのを気をつける際にこういう細やかな作業の手順で踏んでいくといいんじゃないかなと思いますね。で、じゃあ絞りの掃除をしていきたいと思います。まあ、このようにパーツクリーナー、まあ、アルコールでいいですよ、拭いていただいて、絞りもまあよく見るとこれとか分かりやすいかな。ほら、こう油が、これパーツクリーナーじゃないんですよ、これが油なんですよ。こういうのがまあ染み入っちゃってて、動きがなおさら悪くなってたっていうのが状態でございます。パーツクリーナーってのは本当強烈に油を落としてくれるんで、こう拭いてペタペタペタっと拭うだけで、よっぽどしつこい油じゃなきゃもうこれで脱脂完了します。古い油とかきついやつあるんですけどね。で、仕上げにこうちょっとずつこう拭ってあげれば、もうこのようにこうめちゃくちゃ綺麗になります。で、この先端の部分は、これはあれですね、修道によるちょっとした傷がついてるみたいです。高速で動いてますからね、絞りっていうのも。で、絞りの組み方とかっていうのも、今回は写真撮ってないですけど、慣れてないうちは絶対写真撮ってください。この何枚だこれ、8枚かな、1、2、3、4、5、6枚か、6枚ぐらいだったらまあ6個組むんだなっていうのがすぐ分かると思うんですけど、たまになんですけど、昔のレンズとかだと、よいしょ、昔のレンズとかだと本当に16枚とか絞りがあったりするんですよ。そういうのに当たっちゃうともうね、本当に大変なんで。そうだ、こっちの掃除がまだ終わってない。で、これもまあこのようにティッシュに置いて、まあ、ティッシュはこうこまめに新しいのに変えてます。こう出しをしてあげます。で、これはまあ結構汚れてるんじゃないかな、受け側なのでって思います。これが汚れてなかったら本当にまだまだ油が回っても時間の経ってなかった状態なんだなってのが分かりますけど、ほら、このように汚れてます。分かりますかね、なんか緑色の、これがまあグリス汚れですね。
はい、このようにばらしました。で、これがまあどういうふうに動いてるかなんですけど、まずこう構造を見ましょう。で、これだとこの突起が外側に来なきゃいけないのが上側向いてるわけで、要は構造的にこっちじゃないんですよ、この部分ですね。なのでこれは構造的にこっち向きなんだなっていうのが分かります、こういうふうに。で、この状態で、まあ、これがどういうふうなお仕事をするかっていうと、このピンですね、このこちら側の、これがここの部分にはまるわけです。で、今はちょっとテストなんでどういうふうに動くかなってだけなんですが、まあ、こういうふうにあるじゃないですか。で、それをこのピンを動かすことによって動くはこういうふうに動くんですよ、絞りはね、こういうふうに、こういうふうにですね。で、あまりちょっと動かしすぎると壊れちゃうかもしれないんでやりませんけど、まあ、こういうふうに動くっていうのだけ覚えていていただくと、あ、組み込むときに、あ、そういうふうに組み込むんだなってわかると思うんです。はい、で、これでこう外しますとこのようになってます。うん、今まあちょっと思ってたことがあるんですけど、どっち向きだったかなって思うんですね。で、これの場合はピンが下でこうマウント側だっていうのは分かるんですよ。で、こっちの場合っていうのはなんとなくこうどっち側でも正解っぽいんですけど、これの場合はその絞りが逃げる構造ってところで、ここがちょっとこうくぼん、描かれてるというか、こう分かるかな、このように少しだけこう溝が掘られて浅くなってるんですよ、この面よりも。そうするとこの中で絞りが組んであってもこうぶつからない、要はネジ締めた後も適切なトルクであれば、締めすぎると動かなくなっちゃうんで、適切なこの締め方であれば動きが阻害されないっていう構造になってるんですね。じゃあ、まあこれを組んでいってみましょうかね。で、コリの場合なんですけど、絞りがまあどっち向きなんだろうっていうのが結構あるんですが、よいしょ、下なのかな上なのかなってあるんですけど、これの場合上に組んじゃうとなんですけど、上に組んじゃう、これがまあこれが上の場合っていうのもたまに、たまにというかその構造によってはあるんですけど、これが上に来ちゃうと、まあ要は上のピンとこう干渉しちゃうわけなんですよね。そうすると構造的にもう組めない、なのでこのように下に回す。で、この状態で押さえながら同じようにこの絞りをまた下に回して、あ、ちぎる、こうだ、こうつける、はい、この絞りをまた上に回す、で、外れないように気をつけながらこれも上に回す。で、こちらですね、最後の1個だけは全部下回ってるのに回れないわけなんですよ。なのでこの状態で組んで、ここで押さえた後に6枚ぐらいだとこれが楽で、こういう風に下に滑り込ましちゃえばいいんですよ、こうですね。はい、そうするとこう絞り元の形になりました。これが本当にさっき言った何十枚っていう絞りのやつだととんでもない作業なんです、これ。6枚ぐらいだったら本当お遊びですね。で、こういう風にかませて動かすと、はい、このように絞りが動くように戻りました。こうですね。で、動きも非常に軽くいい感じなんじゃないでしょうか。で、これが固定する位置によってちょっと動きが変わるので、まあ、ネジの跡は残っているので、できるだけこう元の位置に戻すような感じで組まないと絞りの数値が適正な数値にならないかと思います。そこだけお気をつけください。こういうの戻すときは結構これ難しいタイプなんですけど、こういうふうにボディの方で迎え入っちゃう方がいいんじゃないかなって今私は思いました。
こうですね。でそうするとこう逆さにしてもほぼほぼ崩れない状態で固定できます。であとはよいしょ、ネジをどこに締めるんだっけっていうのをこのように中で、今こうネジ山があんまり見えてない、ここに半分ぐらい見えてるんですけど、でこれをこう真ん中の方に移動します。こうですね。でネジを締めた跡を見て、この辺りだってのが分かるんですよ、位置が。こう周りにねこう締めた跡っていうのがこの部分にこうくるっとあるので、だいたいその位置に合わせるようにします。まあ、なのでこうばらけるのが一番困っちゃうので、仮組みをした後にちょこっとずつ移動して調整するのが一番いいですね。でこの動きなんですけど、このようにすごい軽いですね。さっきはこれがなんかグニャッと粘ってる感じがあってなかなか出てこなかったのが、今スッスッと、動くようになりました。じゃあちょっとここにネジを仮付けしていきましょう。でこれちょっと難しいです。このように当たるか当たらないかぐらいのところですね。で一回止めちゃいます。こういう風に全部の、全部って言ってもたった3箇所なんで、3箇所のネジですね、それを締めていってあげてください。こういう時にプラスネジだととてもありがたい、マイナスネジだととても大変、なぜマイナスを使うんだって思いますけど、この当時はプラスが手に入んなかったのかなとか想像してます。日本の製品もそうですもんね。戦後間もなくぐらいのっていうのはかなりマイナスの方が多かったかなと。あとものすごくでかいトルク、締め付ける開けるっていうのも力なんですけど、それをかけるものってマイナスの方がいいっていうのは聞いたことがちょっとありまして、おなるほどなと思いました。はい、このようにスッとスッとスッと動きますね。気持ちいいですね、こういうのって。これで仮固定完了したので、じゃあ次はそのネジ、さっき言ったこの部分でいいんだっけってのを合わせていきます。これの位置だけでも動かすと絞りの角度変わるんですよ。ここまでしか絞らないなとか、でこれの場合は、はい、この辺りです。ここ見えるかな、ちょっと差し示しにくいんですけど、結構ここを左側に寄せてる感じ、ど真ん中じゃないですね、溝ので、ここに合わせたらそれぞれをこう3点締めなので、こう周りから徐々に締めていきます。で締める力が強すぎると絞りの動きが阻害されちゃうんで、はい、このぐらいでいいかなと。緩まなければいいわけなんで、あとは絞りの動きが正しいかなっていうのをこう確認していただいて、もうスイスイと動くのを確認しました。でなので、いろんなところを元戻していきたいかなと思います。はい、でこれが絞りの修理の部分でございます。でこちら終わったので一度ちょっと置いて、じゃあレンズをちょっと見ていきましょうと。でレンズなんですけど、まあ、これまず後ろ玉、後ろ群ですね、後群。でこちらがどういう風な状況かっていうのを光に照らしてよくチェックしてください。でこの時によく大きめのゴミとか、まあ、このように光を、よいしょ、よいしょ。これスマホのライトだと本当は強すぎて見にくいんですけど、こう光をこう本当に強く光ってるところをこう横に向けたぐらいのところ、本当少しこう光が漏れてるぐらいのところで、こう覗きながらこう距離を変えるのが一番見やすいかと思います。で今はちょっとカメラに合わせちゃってるんであれなんですけど、こういう風に見るとこういっぱいホコリとか見えますよね。でこれがその分解前に掃除してブロワーで飛ばしてないからこういう風に残っちゃってるんです。こちら側、表側のホコリの塊ですね。でこっちから映すと、はい、さっきよりも案外綺麗だなって思うと思います。なのでこの絞り側のレンズって汚れてないんですよ、あんまり。でカビとかそういうのも
カビとかバルサム切れとか曇りとかってのこの時に調べられるんですけど、このレンズはそういったものがないので状態いいですね。まあ、なのでホコリを入れないにだけ気をつけて組んでいきます。こちらですね、先ほどのちょっと構造で覚えてるかと思うんですけど、芋ネジを緩めます。この芋ネジが本当細かいです。まあ見えない見えない。でこのように緩めました。でこういう風な状態になった後にやっぱり細かいホコリとかっていうのをできるだけ入れたくないんで、ベアリングのところとか拭くとたまにネジがビョンって飛び出るんで、それだけ気をつけてください。拭いてあげて、で絞りのところっていうのも念入りに拭いてあげるといいですね。でもちろん反対側もまず軽く拭いておきます。それでまあ大きなホコリっていうところは取れますので、動くところはできるだけこう動かしながら拭いてあげますね。はい、でそうすると、まあ、ある程度綺麗になりました。でこちらも今回は全くいじくってないのでレンズはとっても綺麗です。なので曇ってもいない、汚れてもいないって状態だったら、こういうふうにホコリを払ってあげて入れてあげてください。はい、でこのように元の状態に近く戻りました。でそれで各部の芋ネジっていうのを締めていきますね。ごめんなさい、これちょっと見せらんないというか見せたいんですけど、私の目の都合でよれないので、ちょっとこのまま軽く締めます。はい、まあ芋ネジを軽く締めただけでもう外れなくなりました。ただちょっとこれガタあるんで、これを締めていきます。不具合のない程度まで。はい、こう締めました。でこれでとりあえずこう揺れない、ただ締めすぎないっていう状態を保てると思うの でこの状態で軽く緩み止めした方がいいです。で本当はですよ、専用品が絶対いいんですけど、どうしてもない場合っていうのは、私はもうごく薄くタッチアップペイントとかを塗っちゃうようにしてます。まあ、これの場合マニキュアとかなんですけど、マニキュアがいいかどうかってちょっと分かんないんですけど、緩み止めにはいいかなと思ってます。本当に少なくこうネジが緩まなければいい程度なんで、薄くだけ塗ってあげました。で作業してる間におそらくこれで乾いてきますので、このまま進めますね。はい、こうなりました。でレンズってのが一番繊細なので先にやっちゃいたいと思います。でこのようになってるところと、あとこれが前群ですね。でこちらは状態どうだろうって先ほどと同じように調べてみてください。こうですね、光を軽く当ててレンズを見る。直射だとかなりきついんで、明るいところを見れば十分見れる。でこれ実際肉眼で見るとものすごく見やすいんですけど、カメラ越しだとちょっときついかなと思います。でこれも先ほどと同じくこう拭いた表側だけ汚れてて、内側もしくは中側っていうのは汚れてないので、見る方向によってはとてもクリア。こちら側から見るとすごい綺麗に見えると思います。で反対側から見ると表側の汚れがちょっと拡大されちゃうので、レンズの特性でそれがすごく目立ちますね。ただこちら側はないので OK です。でこれちょっとすごい、私こういうの気になるんで、ここになんかおそらく前の所有者の方がこう拭いた時に、これ買ってきた時からあるんですよ、こうウエスターか何かがこう噛んでるんですよ。ちょっと嫌なのでこれ外します。でこれの場合っていうのはレンズをむやみにこう分解するわけじゃないんで、よいしょ、最低限の作業でレンズをこう分解したくないので、最低限の作業で掃除できるようにします。要はレンズを外さないで、これを外すだけ外して、こういう風になってますね。でこのレンズは後でちゃんと拭き直しますので、ここを押さえたまま、よいしょ、レンズクリーナーの方でここをこうグッと取ってあげます。これですね、これ取れました。はい、これ取れたんで、よいしょよいしょよいしょ。ただちょっと今嫌なことに中玉触っちゃいました。まあ掃除しますんで、ち
ょっと嫌です。これでまあこういう風に嫌な汚れは取れましたね。で先ほどのリングを戻していきます。もうレンズってすごく昔のやつは単純で、このように輪っか状のネジで押さえてあるだけなんですよ。でただこれを締めすぎたりしちゃうと、やっぱりこう光軸じゃないな、ピントがずれちゃったりとかすることもあるみたいなんで、まあ、バラすときが要注意っていうのはそういうとこも含まれます。私はもうオールドレンズにそこまでも精度って求めない人なんで、気軽に楽しくやっていきたいと思ってるので、まああとこれ自分のレンズなんでね、誰に文句言われる筋合いもないので、そういう風に楽しんでますよ。で掃除したレンズがこう正しく動いたりだとか、綺麗な写真出してくれると嬉しいじゃないですか。そういうのを楽しんでる感じです。でまあこのように軽く締めたのをまたしっかり持って、レンズを傷つけないようにしっかりこう押さえて、で緩まないようにして、この部分をこう軽く締めます。これも締めすぎるとカラス割れるんで気をつけてください。で締まりました。でこの状態で嫌な汚れちゃんも消えましたね。でこちら側触っちゃったんでちょっと汚れているので、もしもし新しいレンズクリーナーを出しまして、まあ、このようにですねしっかり持ってあげて、ここも無駄な力を入れすぎないか、力を入れすぎないでこう拭いてあげます。こうですね。で外側からこう外側にこう汚れを吐き出すようなイメージで拭いてあげると綺麗になります。で今ちょっと油膜というか、その手の油っ気を落としてあってもどうしてもそれが残ってることもあるので、光を当ててチェックしますけど、はい、表玉だけで、表玉は最後にもう一度掃除しますので、こちらは綺麗になりました。でこうしっかりとホコリを拭き飛ばしてあげます。でこれもここもちょっと後でアクセスしにくくなるので、何度もこうチェックしながらやった方がいいですね。据え置きのライトかなんかあると便利ですよ。私の場合こっちにこうこの照明用のライトがこうか、こっちにこう照明用のライトがあるんで、それをこう見ながらこういう風な形でチェックしてます。まあ私がここにこういるとしたら、これでこういう風に見てますね。そうするとこう距離に応じて人間の目つのピントがあるので、ピント合わせるレンズの位置が変わるので、こう距離はこまめに変えてチェックしていただくのが一番いいと思います。綺麗になりました。でまあホコリをさっきもやりましたけど落として、でこちらからもホコリを吹き飛ばします。絞りの動きを最後にもう一度チェックして、綺麗に動きますっていうのをこうチェックしますね。ここすごく軽いですよ。で動いたらこのようにレンズの本体側から向かいに行ってあげて、ほんと最初のネジさえ噛んでくれれば、はい、噛みました。噛んでくれればこのようにもう落ちてこない、要は固定された状態になりますね。でまたちょっとここ今油がついちゃったので、ティッシュペーパーにパーツクリーナーつけて脱脂します。はい、脱脂しました。テープカサカサですね。でここの部分っていうのを締めていきます。で最初のうちはカニ爪使うのもちょっと大変なんで、こうマイナスドライバーで私こうよく、ただレンズには傷、レンズを触らないにだけは気をつけてくださいね。こう締めて他の部分で傷ついてもなんか見栄えだけなんですけど、レンズっていうのはもうこの当時のレンズは手に入らない、まあ、あの他のレンズから持ってきたりする話別なんですけど、それもまあなんか嫌じゃないですか。はい、この辺に締まりました。はい、でですね、まずはこちら側を戻しちゃいましょうか。でこれも覚えてらっしゃると思うんですけど、芋ネジを締めた状態で内側にこう入っていく形なので、こう回していく感じで、ネジを締める位置なんですけど、こうよくいらっしゃるんですけど、こう持って最初からこう締める方向にこう回すんですね。こういう風に、そうするとなんですけど、うまく入る場合はいいんですよ。ただネジってこういう風に大口径のやつがなればなるほどなんですけど、斜めに噛みやすいんですよ。で斜めに噛んだ状態で締めちゃうと、その状態で新しいネジ山みたいなのができちゃって、すごく綺麗に締めるのが難しいネジになっちゃうんです。でそうなると修理っていうのもネジ山切り直すか、もしくはもう直らないって状態になっちゃうので、コツとしてはこう大体面で
平らだなってところに合わせてもらったら反対側に回すんですよ。よく聞いててほしいんですけど、この音カチッって言うじゃないですか。でこれが要はどういう状態かっていうと、噛まなきゃいけないネジの入り口とこちら側の入り口がこう段があったのが、まあ、こういう風にあって、これ移動していって、まあ、回してってる状態と仮定してください。でそれでこう入るところに来たからこう来てカチャッと入ったのと一緒なんですよ。なのでネジっていうのを締めるときに必ず最初の山を見つけるときに逆回転にこう回して、この音、これがすればもう回して OK です。よし、はい、これで締まりましたね。でここはこの芋ネジですね、これで固定します。こう古いネジっていうのはこの芋ネジが多いのちょっとやりにくいですよね。うまく外れるときは何でもないですけど、芋ネジも舐めやすいんで、とても、まあ、舐めるっていうのはこう山外しちゃって、うん、マイナスネジが切られてるところが折れちゃったりと削れちゃったりとかするんですよ。あとこちらはプラスチックなんで、まあ、これも同じですね。でこれの場合はこういう風にね、ゴムを使って、よいしょ、反対側に回します。で反対側に回して、この音、そしたら回してください。でここはプラスチックなんで軽くキュッと締めて脱落しない程度にしておけば OK です。はい、これで、レンズとしては大体元戻りました。じゃあ次はこれを無限遠の方にして後ろ側にせり出します。で、その前に、あ、その前にじゃないや、このリングを戻さなきゃいけないのと、要は先ほどこうグリスを落としちゃったじゃないですか、そのグリスをつけていきたいと思います。まあ、私その他の動画、もう別の、レンズの修理の動画でも言ったんですけど、昔こうバイクをいじくるのが大好きだったんですよ。でその時からこのシリコングリスですね、これがまあいろんなところではとっても使いやすいんですよ。でこれ軽コンでキタコっていうバイクの会社の、バイクのパーツ用品の会社なんですけど、そちらのやつがこう安く売ってたので手に入れてまいりました。でホームセンターとかでもなんかこうでっかいやつだったら売ってるんですけど、シリコングリスそんなやつもなかなか使わないので、ちょっと量は少なめでいいのかなと思います。で本当にこういうのシリコングリスとか、まあ、グリスですよね、つける時とかっていうのは少ない量でいいです。指で取っていただいて、こう擦れる部分っていうのに本当薄くですね、これ綿棒とかでもいいですよ、塗るのは。こういう風につけていってください。でグリスっていうのはつければいいってもんじゃないんですよ。つけすぎるとホコリを呼ぶだけなんです。でホコリを呼んでホコリを噛んじゃうっていうのが、まあ、一番その摩耗をしたりだとか、ホコリから今度カビが生えるとかして、グリスだけじゃなくてそのいろんな異物を混入させたりとかもするんですね。そうすると何が起きるかっていうと、やっぱり動きが超悪くなっちゃうんですよ。はい、でこのように塗り込みました。でついでなので、こちら側のリングの後ろ側についている裏側についているグリスっていうのも、まあ、古い劣化予備軍だし、シリコングリスと混ぜたくないっていうのもあるので落としましょう。こちらにしっかりもう散布しましたのでね、でこちらもこのように、はい、出しします、掃除します、はい、綺麗になってねっていう風に掃除をしますとですね、このように汚れてるわけなんですよ。で今これ良くないところ、ティッシュはこういう風に残ります。なので残っちまった分は仕方ないんで、ピンセットとか爪とかでこういう風に綺麗に落としましょう。他の部分にこう残ってないのを確認したら、でここですね、ちょっと要注意な点が1箇所あって、ベアリングの擦れるところだけっていうのはグリス多い方がいい、多めの方がいいですね。多すぎちゃダメですけど、ここのギザギザ山になってるところ、これですね、見えますか、ここの部分、要はここにこうベアリングが噛み合って絞りの位置って固定するようになってるんですよ。でここにはこうグリスを他の部分よりは多め、でせっかく取っちゃった分なので、こう周りにもこう本当に薄く塗ってください。はい、これで薄く塗りました。で薄く塗ったなんですけど、グリスは本当こんなもんで十分だと思います。
バイクの方もそうだったんですけど、その安い海外もののメーカーとかから買ったりパーツを買ったりとかするとグリスがもうめちゃくちゃべったりついてたりするんですよ。でその状態で要は動きますよねってしますとしても、最初はまあいいんですよ。ただそれが時間が経ったりとかしちゃうと、さっき言った通り変質とか別の汚れを読んじゃったりとかするので、本当に手間がかかっちゃう、別の手間がかかっちゃうんですよ、修理をまたしなきゃいけないと。はい。でこれの構造として、まあ大体なんですけど、なんていうかな、見直してたっていうのかな、この線と要はこの絞りの位置っていうのが指標じゃないですか。なのでこの辺にこうあって、溝にかみながら大体この辺に合わせればいいだろうっていうところにはめ込むだけです。はい、はめ込みました。でそれで動かすとこのように動きますね。であんなにグリス少なくて平気なのかと思うかもしれないですけど、むしろいいトルク感ですよ。シリコングリスっていうのがいろいろとこう性質がいいので、私はすごく使いやすいグリスだと思ってます。まあその特徴とかっていうのは気になるようだったら調べてみてください。他にもウレアグリスとかリチウムグリスとかモリブテングリスとかあるんですけど、それぞれ一長一短なところがあります。私はあんまり詳しくないですけど、なんとなくシリコングリスが好きな人です。であとこちらですね、これの動きってのがどうなってるのかっていうのを改めてこう見直します。でこれがこう噛むところと、これがですね、おそらく今ひっくり返したのが平気だな、ピンに噛んでこちらですね、こちらにここだ、この内側だ、ここです、ここにこれがこう合わさって、これがこう動くようになるんですよ。カム山、ここが斜めになってますね。でこの斜めになってるのをこう動く、よいしょ、こう斜めになってるのを動かすと、まあこの位置にあったとしたら、これを動かすことによってこう山がこう上にせり上がってきます。まあ、するとこちらではどうなるかっていうと、そのせり上がってった山がこのピンをこう押していって、こうですね。でそうするとここにこの絞りの連動レバーがついてるじゃないですか、これがここにこう刺さるんですよ。でこのピンが内側にある絞りの連動レバーがここにあるっていう状態で、操作がもう総合的に動くわけです。でそれを有効にするのに、これだとオートって言って、要は後ろ側のピン、このピンを押した時だけこういう風に動くんですけど、これですね、どう見せたらいいか、こう見せたらいいか、この後ろ側、要は M42 マウントのこのピン、このピンですね、このピンを押すと、オートの場合はこれがこのようにこう動きます。でこう普段はこう開いてる状態なんですけど、シャッターを切った瞬間にこれがカチッと戻って、また戻りますって形で絞りが解放されるわけですね、こうカチカチッと。でこれをオートじゃなく、要は M のマニュアルのモードにすると、これが物理的に切り離されましたね今。でこのピンを押しても何にしてもこう動かないわけです。ただこの絞りのリングを動かすことによって、絞りの角度が調整できるんですね、このように。もう一度言いますね、オートにしてピンを押すと、後ろから今ピンを上に上げます。そうするとこうレバーが動きます。ここですね、でこちらのどう見せたら見やすいかな、これ、ここがピンの位置で、押し上げるとこれがこう動いてるのが見えますね。でこれをレバーをマニュアルの方にすると、これが浮いちゃうんです。そうするとこのピンを押してもこうスカスカなんですね。そうするともうこれで動かすしかないなって状態になるわけなんですよ。でこれの動きっていうのがこのスプリングで制御されているって形ですね。こうよくできてますよね。はい、このようになってます。じゃあこれを戻していこうと思うんですけど、おそらくこいつは結構苦労するんじゃないかなと勝手に思ってます。さっき外したベアリングを
元に戻します。でこの1っていうのを覚え忘れないように気をつけてください。はい、このようにベアリングが戻りました。この子ですね、ここ、これすごい見えにくいけどこれがベアリングです。で、こちらのものを絞りの機構を戻していくわけなんですけど、じゃあこれの場合どう戻そうってなると、まあ、この絞りのリング動かしちゃうとまた大変なことになっちゃうの、またスポンと外れたらベアリング飛んでたりとかしちゃうんで、まああんまりそれをこうずらさないように気をつけて挟んで持ってください、ね、でこのカニ爪状になってるところとこのピンを合わせて、でこう戻します。で、まあどこにこうネジが入るのかって最初見とくといいですね。この出っ張り出っ張り出っ張りのところにちゃんとこうネジ穴奥に3つあるので、これに合わせて組むわけなんですね。いやちょっと今ごめんなさい、説明しようと思ったら飛んじゃったんですけど、で角度的にこっちが幅が狭いで、ここ幅広い幅広いの構造なので、幅が狭い幅が広い幅が広いって形なのが分かります。なのでこういう形で締めるわけです。でその時に今この角度で見るとちょっと見にくいんですけど、このカニ爪さんをこのピンに差し込んで締めてあげればよかったわけです。よいしょ、こういうのは冷静に見るとまあ分かりやすいですけど、冷静に見れない時っていうのはどうしようどうしようってなりやすいんで気をつけてください。はい、じゃあこれこういう風にやり直しました。でネジ穴の位置を覚えておきます。しっかりと爪を噛んであげて、さっき見直した位置に組み直します。でこれでこの時にですね、あの明るいペンライト、まあこれの場合 iPhone なんですけど、これでこうネジ山が出てるかっていうのを先に見ていただくのもいいかと思います。でチェックをしたらネジを入れます。でこれが閉まるかなって試すわけですね。はい、今回一発でいきました。でこう仮固定、本当は3箇所ちゃんと締めてくださいね。仮固定状態で絞りがちゃんと動くかなっていうのをチェックします。で今はオートなので動きません、この絞りリングじゃ。ただ絞りを全部締めた状態でピンを押すと、うん、動いてます。ただその動作が正しいかどうかっていうのをちょっとチェックしております。よいしょ、まあ、一度これちょっとごめんなさいね、動作がどういう風になるか。オートの状態だとこのピンに依存するので、ピンを押すと動くかな、動きます。で今ちょっとこのモニター越しに私が見てるとレスポンスが悪く見えるんですけど、肉眼で見るとしっかり動いてますので問題ないです。でまあこちら F2.8 とかぐらいに合わせて動かすと、こう絞りが締まりきらない、正しい動きですね。で、こちらマニュアルにするとどうかなっていうのをチェックします。で、絞りのダイヤルを締めていくと、はい、このように、はい、動きましたね。はい、修理としてはこれで大体完了です。じゃあ他のネジを締めていっちゃいましょうかね。はい、こちらにこうネジをはめ込み、はめ込み、で一箇所こちら軽くさっき締めちゃったので軽く緩めます。私はこのトルク感ってすごく大事にしたいので、トルク感じゃない、トルク管理、締めます。はい、でこちらも締めていきます。全部のネジが本当に軽く底に当たる感じがしたら一度こう止めます。そうするともうほぼほぼ完成なんですね。ただこうよく動かすとガタがあるので、じゃあそこから適切なトルク感で増し締めをします。で適切なトルク感とかも本当は数字で管理をされてるんですけど、まあそこまでこだわらなくても、締めすぎないで、でも緩まない程度に締まってるって状態ぐらいにしていただければいいかなと思います。この辺は経験ですね。はい、こちらこのようにレンズ完成しました。マニュアルにして絞りを操作しますと、
はい、このように動きます。先ほどは動かなかったですね。でこちら絞り16にしたままオートにします。オートにした状態だと開きっぱなんだけど、このピンを押すことによってカチッと、はい、カチッと、はい、このようになりました。まあ、今回ちょっと絞りとかそういう難しい構造だったんですけど、いかがでしたでしょうか。このように、分解してみると意外と大したことのない構造って言ったらいいのかな、あ、こういう風になってるんだってだけなんですよ実は。でもそれがやっぱり分かってる方じゃないといじくったりするの怖いっていうのはすごく分かるんで、無理にやらない方がいい作業なんだと思いますよ。でもそれを楽しめるのであれば、私は趣味としてこういう風にレンズの修理とかっていうのも楽しんでいくのも一興なんじゃないかなと思いますね。で新しいレンズクリーナーを開けて、さっき汚しちゃったところをしっかり拭きましょう。はい、このように拭きました。でこの状態だとこれのまあね、結構カスみたいなの出るんで、それに関してはちょっとどうしようもないので、まあ、一度こう置いた皿の掃除でもこいつはして始末をします。私はこういうのよくレンあのカメラのボディ拭いちゃいますね。で、あのメガネ拭きです。メガネ拭きで優しく仕上げ磨きをしてあげますね。はい、このようになった後にブロワー、はい、このように拭きました。はい、完成です。でこのように見ていただけると、あのさっきやったこの油汚れみたいなのも全部なくなって、レンズがとっても綺麗になってるの分かると思います。後ろ玉もまあもちろん若干のホコリっていうのはどうしても静電気とかでついちゃうんですけど、映りに影響するようなものは全部ないです。この状態っていうのを長く、本当にもう今はない、今は作られてないレンズなので、長く長く保って楽しんでもらいたいですね。でちなみになんですけど、このペンタコンっていう会社は、あのマイヤーオプティックとか言われてる、あのトリオプランとかドミプランとか、プリモプランとか、まあ、有名レンズがあるんですけど、まあ、ドミロンっていうものすごく珍しいマニアックなレンズもあったりするんですけど、そちらの会社をなんつうのかな、吸収合併された会社なのかな、吸収合併した会社なのかな、ペンタコン公社っていうところなんですけど、まあ、そちらペンタコン公社がこちらはあの 50-1.8 オレストンってこれ前の形のレンズなんですけど、そちらをこう改良して進んでいったモデルの3代目になります。でこのマルチコーティングってついてるのが3代目なの で2代目の方がこれが全周こう切り欠きがあるのがなくて、平らなところを切り欠きとって感じになってて、で一番前のモデルが銀色のアルミのこう共同に黒いペイントされて、こうゼブラっぽくなってるようなデザインのやつですね。ゼブラって言うとちょっと違うんだけど、こう白黒になってるようなイメージです。でこれがまあ3代目で、写りに関しては一番、まあ、ピントの谷がつかみやすいとか、いい発色もいいって言われてるので、ただ評価的にいい評価をされてない、いい評価をされてないって言うとちょっと違うんですけど、他のこうカールツアイエスとかそういうのと比べると低めに見られちゃってる会社なので、安く手に入りやすい、まあ、それはあの使う側からしたらとてもいいことなので、見かけたらこう安かったらぜひ手に取っていただいて楽しんでいただけるといいんじゃないかなと思いますね。よいしょ、さっきのこの汚れを拭いたやつですね。でそれでさっきのこうグリスがちょっとはみ出ちゃってるところなんで、しっかりと掃除してあげましょう。こうすることによって汚れにくくなって長く使えます。はい、これで本当に完成です。はい、このようになりました。はい、ありがとうございます。でですね、じゃあこのココナッツサブレ開けて食べてみたいと思います。焼き芋、はい、じゃあ開けてみます。ああ、あの香りは本当に焼き芋ですね。
て味の方も、あ、なるほど、すごくこう焼き芋な感じがします。よいしょ、ちょっと掃除をしながらなんで、よいしょ、こういう風に工具とかも掃除をして大事に使ってくださいね。それだけで作業も感じが変わります。はい、ではこのココナッツサブレ食べ終わりました、1枚だけ食べ終わりましたので、今回はこちらで動画を終了したいと思います。今回はですね、こちらカニ爪と容器とレンズオープナー、この精密ドライバーとシリコングリスが登場しました。まあでも本当にこれと、あとレンズを拭いたりするクリーナーとかレンズ磨き、あとウエスですね、紙ウエスとかだけです、使うのは。なので割とこう気軽にちゃんと手順さえ守ればできると思いますので、楽しんでみたいなと思う方は挑戦してみてください。はい、ありがとうございました。